ここで、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、伊佐さんは、はい、アニメのアフレコは初めてということですけれども。そうです、ね、はい、まず最初に、皆さんへのご挨拶と、この今回の公開アフレコへの意気込みをぜひ、お願いいたします。はい、えー、エース役を務めさせていただきます、ダパンプの伊佐です、えー。今回初めての、アニメのアフレコということで、えー。そうですね、エースが持っている。 その、なんていうんですかね、ちょっと小生意気な部分を、自分と、とえさせて、えー。出させていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ワンテイク目、お願いいたします。気をつけてくれよ、もうちょっと落ち着いて走ったら、どうだ。<laughs> 俺か、<laughs> 俺の名はエース。世界一周レースに出るんだ。五つの大陸で、五つのルートを走るんだぜ。 いや、難しいですね。やっぱりあの、こう。普段自分がお芝居をして、自分の間でセリフを言ったりするっていうのは、まあ、慣れてるんですけど、やっぱりこの。ましてや、こうキャラクターに合わせてっていうのが、やっぱりその、非常に難しいなというのと。まあ、自分なりには、何とか一生懸命できたんじゃないかなと思いますけどね。完璧だったと思います,がどいです。本当。そ,そして、ヘッドホンのやっぱり付け方がアーティストさんだなっていう感じがしますね。あの、ただ髪の毛が崩れないように、だけ、<laughs> はい、意識して、はい。 やりましたオファーが来た時というのはどんんなお気持ちだったんでしょう驚いたのと嬉しいのがこう自分の中で入り混じったというか、まあ、すごく光栄なことなので、まあ嬉しい気持ちでいっぱいですし本当あのこのエースというキャラクターがちょっとこう生意気な感じのキャラクターなので。 それとなんかこう自分がそぐ部分があったのかなというふうにでそれでまあオファーしていただいたのかなというのは思いましたけど何もやっぱこう嬉しさと同時にプレッシャーがやっぱり <laughs> はい自分の中にはありましたね。まあ、してアニメのこうキャラクターというのが自分に来るとは全然思ってなかったのではい本当に単純に驚きましたね。 実際これ作品をご覧いただいていると思うんですが、はい、ご感想はいかかがですかそうですすそうねあの、まあ、今回の劇場版非常にあのトーマスがやっぱりこう世界一周をエースと出会ってしまったことによって回らざるを得ないというかでもこの最初にトーマスに向かって世界一周したら初めての機関車になれるかもということを言ってから始まるんですけどやっぱそこでこうトーマスと一緒にこう、まあ、エースは勝手にレースをしたり時に困ったら。 トーマスにこう助けを求めたりっていう本当自由気ままに勝手なキャラクターなんですけどそれを純粋にトーマスがこう一緒に旅しながらっていう道中でニーヤという友達に出会ってで最後の方にはこう友達との友情だったりっていうものを大切にするそんな,なんかあの最後には感動できるような作品になってると思います。はい、でやっぱあの最後にこう仲間たちがまたちゃんとこうトーマスを心配して受け入れてくれるところが結構僕グッときましたね。はい えー、世界一周のラリーに参加するレーシングカーの役柄ということで難しかったところですとかまあこのエースというキャラクターに共感したところとかって何かありましたかそうですねやっぱ難しかったところはやっぱりこのエースというキャラクターが持っているその性格だったりというものに自分が合わせていくっていうところのことだったりエース劇中で1曲だけ歌うんですけどもやっぱこう普段の歌い 方というよりかは、やっぱどっちかっつうとミュージカルに近いというか、やっぱこの役が発する言葉がメロディーになってるっていうところのこう難しさがあって、ちょっと癖にした部分はあったんですけど、でもなんとかはいできましたね。あの将来パパになられて、お子さんと一緒にこの映画を見る日がやってきたら、どんなお気持ちになるでしょうね、はい。どうなんでしょうね。やっぱりこうまあ。 自慢にはなると思いますし子供に誇りに思ってもらえるような、えー、お父さんになりたいなというかそういう気持ちはありますしまたあの今回あのニアという女の子のキャラクターもいるので例えば娘ができたとしてもそういうふうに男の子だけじゃなくて女の子も楽しめるような作品になっているので是非一緒に見てみたいなとは思いますね。